席ではバットにしっかり当てることが最優先。ロッキーズ 7-6 ドジャース。日時間20日デンバードジャースの大谷翔平投手は19日、日時間20日、敵地のロッキーズ戦に1番指名打者で先発出場し、ヒット歴代3位タイの通算774安打をマークした。2回の満塁期では、走者一掃の 3.2 塁打を放ち、5打数2安打3打点で打率317、チームはサヨナラ負けを喫した。試合後の一問一答は以下の通り。得点圏で結果、何かを掴んだのか。最後、もちろん打てればよかったですし、満塁の場面もしっかり甘い球を、結果的に全員返すことができたので、良い打席だったと思います。最後の打席は何かを狙っていた。まずはバットにしっかり当てることが最優先かと思うので、最後の際どいボールもまずはしっかりと振りに行って、ファウルでも何でも良いんで、バットに当てるということが最優先だと思います。ベッツの離脱。チーム全体で穴を埋める意識。リーダー的存在の選手ですし、なかなか簡単に埋まらないと思いますけど、みんなでカバーしたいなという気持ちは、みんな持っていると思います。明日も試合があるが、その後に親しい人たちと会えるのは、楽しみですか。そこはもちろん、楽しみにしていますし、それは、それとして、まず明日、シリーズに勝ち越せるように、それだけ集中してやっていきたいなと思います。古巣、エンゼルスの成績は、多少知っています。エンゼルスの成績は、どのくらいチェックしている。成績はちょっとわからないですけど、例えば、ローガンをハッピーが調子良いなとか、そういうのは野球を見ては、流れてくるものではあるので。そういうのは、多少知っています。シーズンで戦うのは初めて、ドジャースタジアムでやるので、エンゼルスタジアムでもしやることがあれば、それは特別なことかなと思いますけど。今回は自分たちのホームなので、まずは自分たちの野球に集中したいなと思いますね。怪我人が多くなる中、チームが一つになる。特に怪我人が多くなる時期ではあると思うので、全員でカバーしたいなというのがその通りですし、不幸中の幸いというか、必ず戻ってくる、ムーキーも必ず戻ってきますし、由伸も必ずシーズン中に戻ってくると思うので、なんとか、そこをみんなでカバーできれば良いんじゃないかなと思います。打席の前にバットを下に置いて立ち位置を確認。そうですね、メリットは、立ち位置。同じ風に構えて、同じ位置に立つというのが一番大事なことではあるので、球場によってラインの太さが違ったりするので、多少ずれたりということのないようにしたいなと思っています。ボール球振らなくなった。アプローチをどう修正したのか。さっき言った通り、同じ位置で同じように構えるというのが、同じようにボールを見ることに対して一番大切なことなので、動く前の段階が一番かなと思っています。ドジャースという球団のラインナップにまずはしっかり慣れる、ずれていた。そうですね。調子悪い時は動きの、こうのより、構えがしっくりこないもんだと思うので、そこが一番大事かなと思います。一番の意識。あまりそこまで意識しないように、一番変わるのはまさに変わるのは、当の一打席目と思う。そこさえしっかりリズムよく入れれば、十分仕事になるのではないかなと思います。最近の打席で状況によるアプローチは、求められていることを実践している。シチュエーションもそうですし、打線のメンバーが変われば流れも変わると思うので、まずはここまでもそうでしたけど、ドジャースという球団のラインナップにまずはしっかり慣れるというか、そこが一番、ポストシーズンに向けてまで、短期決戦に向けて大事なのかなと思います。得点圏で結果が出たり出なかったり。
出ていれば打つ、打たない、結果は必ず出てくるので、良い打席も反省するところもありますし、悪い打席ももちろん、見直さないといけない打席は出てくるので、毎回言っていますけど、そこは毎日、毎日、進歩できるように、ラインアップに順応できるように、そこが一番大事かなと思います。スパイクを変えた。送られてきて、はい、かっこいいなと思ったので、変えました。コーチが下半身強化が活かされていると。シーズン中はもう、まず一番は怪我しないことが大前提ですし、トレーニングは特に現状維持ができるように、ちょっと減るもんだとは思っているので、そこは、なんとか現状をまず、最優先に考えて。リカバリーを最優先に考えてトレーニングしているので、特にオールスター前、疲れは溜まってくるとは思いますけど、しっかりリカバリー取りながらが大事かなと思います。フルカウント編集部。